はい、皆さんおはようございます。テクニカルアナリストの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい、今日は緊急事態宣言でもリスクを感じる違和感ということでお話をしていきたいというふうに思っております。今日の内容なんですけども、昨日の振り返りをした上で、緊急事態宣言が発足しても株高になった止まらない流れに感じた違和感とはということで、これあくまでも私の意見というか、なんかちょっとさすがに行き過ぎじゃないっていうところを含めてお話ができればなというふうに思っております。で、最後は一目均衡表プラス乖離率でお話をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、このチャンネルではこういった最新の情報を取り上げたテクニカル分析をお伝えしております。テクニカル分析はあくまでも事実の確認、トレンドの方向性やトレンドライン、移動平均線の向き、位置、価格、ローソク足、こういったところを皆さんの参考になれるように、毎朝8時までに動画を投稿しております。朝のチャートを見る習慣になれればと思ってますので、投資は自己責任にはなりますが、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では見ていきましょう。昨日の振り返りです。日経平均株価プラスの 434.191.6% のプラスということで、非常に大きなプラスということになりました。一時2万7600円台をつけるということでね、非常に大きかったなというふうに思います。で、日経企業動ランキング見ますと、ファーストリテイリング、ファナック、M3、東京エレクトロン、CS カーがかなりね主力どころがしっかりしてますが、ソフトバンクグループだけがちょっと弱かったといったところですかね。値上がり銘柄数も非常に多いというところですから、かなり強い動きだったというふうに見て取れると思います。コロナの新規感染者数確認しておきましょう。東京都2447、全国で7570、なんかもう一気にダダダダと一気に増えたような感じで、緊急事態宣言も出ましたけども、ちょっとこの辺後ほど見ていきたいというふうに思っております。トピックスいきましょう。プラスの 30.12.68% のプラスということで、こちらで窓を開けてグッと上がっていったっていう感じですね。トピックスの方が今のところまだ強いかなと。 NT 倍率もね少し下がってきたかなといったところになっております。まずはいきましょう。マイナス 0.83、 0.07% のマイナスということになりました。まあ、プラスの時間帯もあったんですけども、なかなか上値がやっぱりちょっと重たいといったところがマザーズでしょうか。キーワードランキング見ておきましょう。メルカリが頑張ってるんでね、もうちょっと上に抜けてもおかしくはないかなと思うんですが、その他ラクス、サンサン、フリー、ヘンゲ、弁護士と特務、幕開け、まあ、サンバイオ、この辺がね少し足を引っ張ってるといったところかなというふうに思います。ニューヨークダウ行きましょう。プラスの 259.66、 0.84% のプラス。これは5時23分時点ですけども、しっかりと上げ最高値を更新してきたといった感じです。ダウのヒートパップ見ますと、結構全面的に上がってるかなと。で、特に目立つのはやっぱ情報技術がしっかりと上がってるっていうところが、今日は特徴かなというふうに思っております。 S&P 見ましょう。 60.35、 1.61% のプラス。こちらも最高値更新、しっかりとしたローソク足になっております。で、最後ナスダックですけども、 331.37、 今日はナスダックの上げも目立ちましたね。 2.6% のプラスといったところになっております。テスラも高いですし、どこまで行くんだろうというところもね、これもナスダックが強いといったところでございます。では行きましょう。緊急事態宣言が発足しても株高止まらない流れに感じた違和感とはということで、まあ、お話をしていきたいというふうに思っております。まあ、今日結論があるわけではないんですが、まあ、皆さんも感じてるかもしれませんけども、これだけ悪い材料が出ても株高っていうのはねちょっと心配だなといった話になってます。で、まず昨日緊急事態宣言がね実際に再発令されましたね。で、まあ、内容としては午後8時までの時短営業であるとか、午後8時以降の不要不急の外出自粛徹底とか、テレワーク、制限を強化、まあ、学校は休まずというところでね、まあ、この辺ねどう変わるんだろうなっていうふうに考えた時に、まあ、まあ変わんないなっていう感じはするんですけども、で、これを出るっていうこと自体は、緊急事態宣言っていうことが出るっていうこと自体は、まあ、やっぱりネガティブだよねっていうところをちょっと押さえておいてください。で、あとはですね、トリプルブルー決定というふうに書けましたけども、まあ、これ日経新聞の記事ですが、まあ、民主党のね、決選投票がありまして、民主がまあ2勝で多数派取りまして、で、トリプルブルーになって、で、財政がこう出動しやすくなって、で、増税の懸念があって、で、これって株安の材料でしたよねみたいな話ですね。まあ、緊急事態宣言もトリプルブルーもどちらかというと一時的には株安の方が、まあ、反応的にはあるだろうといったところだったんですけども、まあ、株安なんてなってる暇もなくですね、株高になってるというところですね。で、しかもですね、昨日のこの日経 VI を見ますと、まあ、ボラティリティインデックス、恐怖指数とも呼ばれますけども、ここもじっくり下がってきてる、しっかり下がってきてるというところですので、まあ、恐怖感すらなくなってるっていうところに、まあ、若干違和感をまず覚えているといったところになってます。で、昨日の、まあ、日経平均株価の上げに関しましては、おそらく売り方も巻き込んでというところで、まあ、日経ダブルインバースであるとか、レバレッジ ETF の空売りであるとかね、まあ、そういったところが、まあ、年始の出てきた、一番最新の出てきた、まあ、信用残情報を見てもですね、かなり、まあ、ダブルインバースは CO 倍率が非常に高い。で、改ざん増減見てもですね、改ざんが153万
株、違いますね、1533万株、増えてるというところですので、非常に多かったというところと、まあ、日経レバレッジ ETF に関しましても信用倍率が 0.84 まで下がっていたというところですから、まあ、ここで日経平均株価が、ね、高値を超えてきたというところでは、かなりショートカバーみたいな形でこう上がっていく流れというのはもちろんあったんじゃないかなと思います。これずっと言ってますけども、やっぱりこれが解消されてないうちはこういう動きが起こりうるというところで、まあ、こういうポジションを取ること自体がかなりリスキーですよね。ここはぜひ押さえておいていただきたいかなと思います。で、昨日のアメリカ市場の動きバーッとこう網羅的に見ていくとですね、もう話したいことがいっぱいあってね、とりあえず番号を振っといたんですけども、さっき日経 VI と一緒でですね、ビックス指数もかなり下がってきた、かなり安全水準に入ってきた、トリプルブルーだけどもコロナ広がってるけども、ひとまず恐怖感すらなくなってしまったっていうところは、まあちょっと感じる違和感かなと思います。で、昨日は金利2番ね、2番が2つあると思うんですが、金利がまた上がってるんですね。金利がまた上がってるんですけども、ナスダックも上がってる、ナスダックが上がってるっていうところもですね、ハイテクが金利が上がると売られる傾向が強いんですけども、それでもナスダックはね、強かったというところで、ちょっとここにもやっぱり違和感を感じるなといったところです。で、3番目が為替ですね。為替が、まあ、金利が上がったことによってドル円が上がってきた、まあ、ここはまあ教科書通りの動きではあるんですけども、今までの動きと一気に反して、なんかこうこれがリスクオンなのかオフなのかもちょっと何とも言えないんですけども、為替に反対の動きが見られたというところですね。で、それでいて、まあ、原油も金も、まあ、ちょっとですけど上がってるというところですね。なんかこうリスクオンリスクオンリスクオンっていう感じにしますし、で、最後半導体ですね。ソックス指数ですけども、ソックス指数かなりまた大きく上がってきたというところですので、なんか市場的にはもう完全にリスクオンという感じですかね。やっぱり、まあ、出てきてる材料に対して全くこう反応もせずにリスクオンオンオンというのがちょっと感じてる違和感ということになっております。で、さらに目立つのはですね、やっぱビットコインですよね。ビットコインが400万円日本円にすると400万円を超えてきたというところですね。これ一体どこまで行くのかというところですね、になってます。さすがに短期的にね、どこまで行くの、150万ぐらいのところから、そろそろビットコインがみたいな話を結構私もしてましたけど、この短期的にですね、ここまで400万まで上がってくるとですね、一体これは大丈夫なのかと、短期的にちょっとバブってないかと、まあ、バブってるっていうのはもうどういう状態か何とも言えないですし、まあ、バブルが終わる時っていうのは誰もわからないので何とも言えないんですけども、まあ、どこまで上がりそうかっていうのはね、まあ、あくまでも仮説ですが立ててみたよというところでチャートでね、ちょっと分析だけしておきたいと思います。で、これはですね、すごい超長期ですね、2016年ぐらいから撮っている、まあ、ビットコインチャートなんですけども、日足チャートですけど、まあ、一番ね、最初のバブルみたいなところが2017年の年末ですよね、のところの240万ぐらいの価格と、あとはその下の方のこの流れですねを取った、まあ、長期上昇チャンネルを今年になって一気に上抜けて、で、上抜けてこのガーッと上がってきたというところなんですが、まあ、この上抜けた後にですね、もうどう取っていいか分かんないんですけども、同じチャンネルの幅をもう一回こう上にドンと乗せた感じで、まあ、そこが上限というふうに捉える、まあ、一つの目安というふうに捉えるとですね、まあ、その上限がだいたい500万前後ぐらいまでは行ってもおかしくないんじゃないかなというふうに思いますけども、そこまで一気に行くようなことがあったら、まあ、一旦はこの上限のこのチャンネルの中ですね、上のチャンネルの中で結構乱高下しても全然おかしくはないというふうに思いますので、まあ、一つの目安として、まあ、もういろんな節目がいろいろあって一気に超えすぎてもう何とも言えないんですけど、まあ、500万前後っていうのは一つ押さえておいていただくといいかなと思います。で、当然、まあ、ビットコインでも何でも乱高下すると多少影響は受けると思いますので、そこは要注意というところで見ておいていただきたいかなと思います。はい。で、ソックス指数ですね。ソックス指数もですね、まあ、このように綺麗な上昇チャンネルを描いているわけですね。で、上限に今触れるか触れないかっていうところまで来て、まあ、勢い的にはまるでこれを超えてしまうんではないかみたいな、そんな勢いなんですけども、まあ、これがまあビットコインみたいになるとは思わないですが、上限を超えてですね、さらに角度を上げてこう上昇していくような動きが見られるとですね、まあ、半導体関連非常に11月以降調子良かったですけども、また一段高くなっていくっていうことも考えられるのかなというふうに思います。ね、もちろん株高に違和感は感じるんだけども、まあ、こういったところを見てですね、で、本当に半導体とか強いんであれば、まあ、一時的な流れにはもちろんついていく可能性、まあ、可能性というか、まあ、必要はあるのかなというふうに思いますし、こういうソックス指数なんかも合わせて見ていただくといいと思います。で、直近はですね、まあ、今日は SQ 日ですよね。SQ 日はどういうことなんですかっていう質問もあったので、まあ、簡単に回答していきますと、SQ とはまあスペシャルクォーテーションの略なんですけども、特別生産指数というところで、まあ、先物とかオプションとかのね、まあ、生産日に当たるものになっています。で、主にはですね、先物とオプションの両方の生産日がある3、6、9、12月の第2金曜日っていうのが非常に大きなイベントなんですけども、まあ、1月なんで、まあ、そこまで大きな、まあ、イベントとは言えないかなとは思いますけども、一応意識してみてくださいということになってます。で、この日にですね、反対売買が決済されなかった縦玉は SQ 日にこの SQ の値段で強制的に決済されるというところなので、まあ、どうやって見ればいいか、まあ、いろんな意見があるんであれですけど、まあ、そんな気にしすぎてもしょうがないというのが一つの結論ではあるんですが、ただこの値段
ね、S級値っていう値段で決済がたくさん行われたっていうところで、まあ、ここが一個節目にはなるんじゃないかなっていうところで捉えておくといいかなと思います。なので、まあ、今日の S級値っていうのが出ると思うんですけども、で、それで日経平均株価がこう寄り付いて、で、その寄り付いてこう価格が動いてる時に S級値よりも上にいるのか下にいるのか、ここの節目なので、まあ、これがサポートになってくれるのか、レジスタンスになるのかみたいな、そういう違いがあるかなというふうには思います。はい、そして今夜は雇用統計もありますね。雇用統計がですね、一応予想が 7.1 万人増加予想で、前回 24.5 万人に対して非常にまあ少ない予想がされているというところですから、まあちょっと心配ですねというところではあるんですけども、水曜日に発表された ADP 雇用統計はですね、予想 8.8 万人増に対しまして、結果が 12.3 万人のマイナスだったにもかかわらず、市場の反応はかなり限定的でしたね。むしろ株全然気にしてないみたいな、そんな感じだったので、まあおそらく雇用統計が悪くてもですね、株はそんなに安くならないんじゃないかっていうのは、この ADP からは考えられます。ですがそれも怖いですよね。悪い経済指標出ても別に気にしませんみたいなね、まあ金融緩和やってるんでとかね、経済対策動いてるんでみたいな、まあ完全にそういう感じになっちゃってるんで、まあそれがちょっと怖いな。いつこの雇用統計に対して市場が敏感になるのかっていうのもちょっと誰にも分かんないところなので、一応どういう結果が出るのか、それに対してどういう反応が起こるのか、そこはぜひ注目をしていただきたいかなと思います。今夜の22時半に発表になってますので、まあ明日の朝のね、アメリカ市場なんかの動きも確認しておいてください。では2の動画のまとめになっております。緊急事態宣言トリプルブルーを受け、まあ、これネガティブ材料だったと思うんですが、まあ、市場はショートカバーもあり全面ディスコ、なかなかちょっと違和感感じますねというところですね。であとはビットコインがね、かなりバブル的な動きになってますので、まあ、今ぐーっと上がってるってことにも影響を受けてるとは思うんですけども、それがまたガカンと下がるような動きになったら、まあ、多少はやっぱりね、株にも影響があるんじゃないかなというところで注意しておいてくださいということです。であとはソックス指数も見ましたけども、チャンネルの上限まで推移してきたというところで、また半導体がぐーっと引っ張ってね、上がっていく可能性もありますし、まあ、ソックス指数の動き次第では乱高下もあり得るというところですから、そこも注意をしておいてください。で、今夜今日、SQ とか雇用統計とか、まあ、かなりねセンシティブなイベントがあると思いますので、まあ、そこにもぜひ注目をしてみてください。ですが、なんかあんまり気にされてない、なんかこう安心感がありすぎて怖いっていうのがね、今日の結論になっております。まあ、この意見、これは一つの意見であり、これが言ってるから下がるってわけでもないし、あとはバブルっていうふうに考えると、バブルが弾ける時っていうのは誰にも分かんないというふうに言われます。急落が起こる時って誰にも分かんないというふうに言われているので、まあ、あくまでもトレンドにしっかりとついていくっていうところではありますけども、ちょっと警戒するとき、こう不安を感じているときはね、こういうふうに、まあ、いろんなことを考えて、まあ、リスク的な部分も考えておいて対応していくってことが重要かなと思います。では指数の今後の売買戦略、今日は東の一目銀行表プラス移動平均線乖離率で見ておきたいと思います。で、まず日経平均株価ですけども、転換線維持できるかというふうに書きましたが、一目銀行表上では転換線というのは一番短期の線ですから、まあ、非常に強いということで捉えておいてください。でもですね、乖離率が 2.39% しかないというところですので、今のところ過熱感がないというところで、まあ、上がってても別におかしくはないよという、そんな感じで捉えてみてください。トピックスも一緒ですね。見方としては、まあ、転換線、短期線の維持できるかというところですし、乖離率 2.33% ですから、まあ、加熱感はそこまでないですよといったところです。で、見ていただきたいのはですね、やっぱマザーズですね。マザーズがね、かなりまた上値を少し重たくなってきたところなんですが、ちょうどね、雲にぶつかってきたというところですから、まあ、この雲が薄いうちにですね、なるべくこう雲を突破してくれると、非常に安心感があるかなというふうに思います。まあ、乖離率 2.29% ありますけども、そこまで加熱感がないですからね、雲へのチャレンジ期待したいところかなというふうには思います。はい、で、今日はですね、ドル円もちょっと見ておきたいなと思います。ドル円昨日かなり反発しましたね。1円弱ぐらいですけども反発してきたというところで、25日線も超えてきたというところなので、まあ、雲へのチャレンジがあるのかどうなのか、あとはまあ地高スパンなんかもね、かなり価格に近づいてきましたから、この辺見ておいていただければと思います。乖離率もプラスになったというところですね。はい、で、ニューヨークダウ見ましょう。ニューヨークダウは転換線維持できるか、乖離率 2.8%、 これは日経とかと一緒ですね。で、最後ナスダックも見ておきましょう。転換線維持できるか、で、乖離率 3.24%、 ナスダックはやっぱ結構勢いがあるので、まあ、もし仮にこれが 5% を超えてきたら、まあ、少し短期的に上昇が過熱感があるよみたいな感じで捉えておいていただけるといいと思います。はい、では今日の動画のまとめになっております。日本株マザーズ以外が大きく上昇しました。アメリカ株3指数ともに最高値更新というところになっております。で、これらの動きを踏まえてですね、緊急事態宣言プラストリプルブルー、当初ネガティブの材料をこなし、リスクオンになったということ自体にはちょっと違和感を感じますねっていう話になっております。まあ、だから下がるというわけではないとは思うんですけども、要注意というところで一応見ておいてください。で、ビットコインなどの急激な動きには注意をしておいた方がいいかなと思います。で、あとはマザーズ、ドル円、雲を超えるか、まあ、ここに、ね、今日注目したくて一目金衡表を出しました。で、乖離率一応見ておきましたが、今25日線を全て超えていて、今のところまだ過熱感はないですから、まあ、上がってもおかしくはないですけども、 5% 超えてきたら少しね、要警戒というところで押さえておいてください。では、ちょっと喉を潤します。
はい、では今日も最後にお知らせを入れさせてください。個別銘柄をとことん分析するマガジン配信中でございます。一応今日中に角川の分析を上げたいなというふうに思ってますので、月額制初月無料になってますので概要欄からぜひリンクをチェックしてみてください。で最後おすすめ書籍とおすすめポイントですけども、今日はメンタリスト DAIGO さんの自分を操る超集中力ということでね、出しました。これもオーディブルでも聞けますし、まあ Kindle でも見れますので、よかったら見てみてください。でその中で、まあ、載ってるこのルール1,2,3とね、できる人はみたいな、集中力はみたいな感じで、例えば、まあ、集中力が生まれつきや根性で決まるというのは大嘘、まあ、これもそうですね。で、できる人は短時間の集中を繰り返している、これすごく重要で、あの僕フリーランスになって一番のメリットはサボれることだなというふうに思ってたんですけど、サボれるっていうのは要は集中力を回復できることだと思って、まあ、昼寝を10分したりとか、まあ、ちょっとだけこう集中力が乱れた時に集中できるような、まあ、動画を見たり本を見たりとかしたりとか、あとは、まあ、集中力が高い人は疲れを脳でコントロールしている、疲れているから集中できないのは脳の錯覚、なんか疲れないようにコントロールしてる、食事とかもそうですね、睡眠とかもなるべくそういう風にコントロールはするようにしてるんですけど、それをすることによって集中する、集中するだけでやっぱ取引もそうですし、まあ、取引以外のこういう YouTube とかもブログとかも作業とかもね、効率的に進めることができるので、やっぱこういう集中力みたいなものも、まあ、投資の中にもね、組み込んでいくっていうのはすごく重要かなと思って紹介をさせていただきました。こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらからチェックをしてみてください。ということでこんな感じで終わっていきたいなという風に思っております。今日もですね、少しでも参考になればぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。また明日以降もですね、まあ、明日また雇用統計とかもありますから、いろんなセンシティブな内容を踏まえまして、テクニカル分析をお伝えできればというふうに思ってますので、明日も聞いていただけるという方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまたテクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。